こんばんは悪くない良かったそう生誕祭の手紙やっといただきあ、リングライトつけてないえ、いるリングライトあった方がいいかなまあいっかえ、やるどうしよう今日はいっか <laughs> こんばんはあのお手紙とプレゼントをたくさんいただきましたお待たせしましたいっぱいあって可愛い,いのとか本当にありがとうございますあ、いらない大丈夫 えっとまずこれをちょっとこの勝手に袋に入れちゃったんですけどここが全部お手紙の山です <laughs> お手紙の山こんばんは嬉しいプレゼントもね全部開封しちゃしましたありがとうございます早速使ってるね嬉しいよねこんなにたくさんのお手紙があってもう読むの楽しみすぎてやばい 大量です本当に嬉しいですお待たせしましたまだ全部読めてなくてそうだけど読む絶対100%読むてか手紙読まなかったことないですね <laughs> こんばんはおしめんの川に見つかるまでやめた <laughs> こんばんはこんばんはカオリンファルター1読んでるのえマジで なんか適当ですいつとかいつ読むとかなくて適当にあの届いたら結構すぐ読みますそう卒業までに読み終わるかなえマジでこれは1日あれば読める <laughs> 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 こんばんは土曜も書いてますありがとうそう19日にね B のたい「B」の「太陽」じゃないやばいごめんなさい間違えた「B」公演に出演させていただきますのでぜひこんばんは 見てください <laughs> 待って B の太陽やばいめちゃくちゃめちゃくちゃコラボさせちゃったこんばん <laughs> どっちあれ <laughs> 僕の太陽ねちょちょちょ B コインだからアイドルの言うわけね。<laughs> コラボしてごめん <laughs> 君は今僕の太陽 <laughs> でも僕の太陽も B の太陽で穴がち間違ってなくないよね穴 <laughs>、ね、がち間違ってないよね <laughs> こんばんは コラボ公演太陽の夜明けレリコーコー,ゴーそうあとねなんと11月28日のジャパンアイドルフェスというフェスに出演させていただきますえびっくりしちゃった私てっきりこの前がフェス納めだとか言ってた騒いでたんですけど一人で <laughs> 一人でではない <laughs> みんなで、ね「フェス納めだね」とか言ってはで騒いでたんですけどなんとびっくりしちゃった こんばんは。めっちゃ嬉しいです。なんかありが、なんかさ、卒業するのにさ、出ていいのかなって思うんですけど、いい,いんだよって言ってください <laughs> いいんですかって <laughs>、そう、嬉しい。ありがとうございます。なんか、こんばんは。ありがってえ話です。わイもお知らせ見て突っ込んでました。<laughs> 収めたいんじゃないかいなかって嬉しい何歌うかはまだ未定なんですよこれからね決まると思うんですけど何だろうそっかまだ卒業してないからいいのか嬉しいですこんばんはめっちゃ嬉しい <laughs> ありがてえ本当にありがたい確かにまた平日平日やばいみんな大丈夫是非見に来て。 時間作ってありがとうこんばんはあ握手会潰れたえーショック握手会じゃない間違ったお話し会だ握手会って言っちゃう未だにお話し会終わっん握手会がなくなっちゃってからだいぶ経つのにまだお話えまだ握手会って言っちゃうまたレッスン上のメガネならではそうだねまた実主練頑張りますねじゃあ生徒に決まったら <laughs> 楽しみこんばんはあ全部完売えあそういうこと再販でも完売したってこ,とあこの前さ完売してくださってたじゃないですかそれで今度「確定した」って意味かなうーん確定ってことえありがとう あ、髪サラサラありがとううれしい今日ねあのねアイロンしたのアイロンかけました髪にえー、そうなんだ再販であ再販で復活したけどまた完売したってことあれでも繰り返してあでもどちらにせよなんか買ってくださった方が多いってことだよねえ外れたえー ありがとうあそっか決済がとかをそうだよねそうなんだよねありがとうみんななんか決済とか言ってごめんそうだわなんか感覚が麻痺っちゃダメだよね麻痺、ま、ったつもりないけどなんかなんて言うんだろうそうだよ、ね、なんかお話会来てねっていうのは簡単だけどさそれって来てねって言って けどみんなは買ってくれてるわけじゃないですかだからそのなんか「ありがとう」<laughs>「意味わかるかな」ななんか簡単に来来、ね、来て、ね、来ててねねくれたら嬉しいなとか言っちゃってるけどその分みんながなんか働いたりとかしてさ「こんばんは」「働いたりとかお小遣いとかもはたいて」 叩いて使ってきてくれてるって。すごいことだからさ。なんかありがっだから決済忘れてもいいですよ。いい <laughs> 違うなんかいいです。いいいいですよ。ってかもう大丈夫。あの何全然完売じゃなくなっても大丈夫です。こんばんは。意味わかる？完売じゃなくなっ。完売とかじゃなくても完売とかどうでもいいわ。<laughs> 出現したどうでもいい、えー、なんかき行きたいなって思ってくれた方がと話せたらそれで嬉しいからなんかそのありがとうこんばんはーんーなんありがとうなんかありがとう <laughs> とにかく来てくれて嬉しいですありがとうございます どうでもいいって意味じゃなくてなんて言うんだろうそこにこだわりすぎないでこだわってはないっていうかなん考えて嬉しいけどそこにこだわりすぎないでいたいなってずっと思ってたけどむず私語彙力世界一ないんですわそういえばこんばんはー気持ちは伝わりましたよほんと分かる意味分かるめっちゃごめんねなんか私失言 なんか私そういうつもりないのに出現しちゃうことあるんだよね絶対今のもそれだよねそうこだわってないけどこだわってないんだけどいつもそうやってなんかありが来てくれてありがとうっていう気持ち <laughs> 完売は嬉しいけどそれだけじゃないっていうかっていうかありがとう てかびっくりしたえ完売するとかびっくりした察してますありがとうはいありがとうございますもし外れた方いたら応募してくれてありがとうございます嬉しいすぎるしなんかえありがとううちと話してくれて嬉しいあ完売させたくて買ったわけじゃないほ ありがとう。こんばん、こんばんは。ここにいる人は失言と思ってたら <laughs> 本当ですかよかった。外れた人多数、本当気持ち明るから大丈本当どっちも嬉しい。なんかさ、どっちも愛じゃないですかえ、待って、これ私止まってますえー、止まっ、っえ、おい、止まってます。おあ iPhone13 頑張れ。 あ、間違った。11だ。なんかもう私の画面は自分が止まってる。もうダメ。あ、動いた動いた動いた。ありがとう。なんかどっちも嬉しい。なんかさ、そういうの思い出しちゃった。握手会とかお話し会の話を思い出しちゃった。なんかさ、あのさ、あ <laughs>、また止まってる。なんで ?iPhone11? どうしたなんかそういうの思い出しちゃった。こんばんは、こんばんは。 ワイフィーの問題かもしれないワイフィー普通に動いてる私の見た目だけが動いてないのかなどうなんだろう止まってないじゃあ止まったら教えてほしいお願い iPhone14 じゃないのあのね今日11で配信してる iPhone11Pro Max うちさ歴代 iPhone なんか全部手元にあるんだよねなんか寂しくてさ寂しいってわけじゃないんだけど あ待って、初代がないのかなこれ、初代もあるあ、あるある。もう全部揃ってるの、私。そう。こんばんは。全部揃ってる。これ、これ多分初代。ケースは初代じゃないけど。これ、初代な気がする。これ、かおりちゃんの打ちおびき。え、嬉しいこれ、なんだ ?iPhone 何 iPhone なんだろう初代って何なんだいて iPhoneS って書いてる iPhoneS って何そんなのあったっけこれ iPhoneS? これなんだ ?iPhoneS しか書いてないこれ,これ何ですか皆さんこれ <laughs> iPhone6 かな ?X?6S? あ iPhone6S レ X? SE? 6S? あっ分かったえっとね2016年に買ったよ 6S?6?6S S ってなんだえマホン懐かしいゆかるんさんと作ったやつだ 6S? があれ ん2016年あれ2013年は私は初めてスマホを買ったんですけど携帯デビューそれがアクアスファンですもう電源入るよこれでも充電すればあちょっとしてみますねなんか何入ってんだろうでこっちが第2代目の iPhone これは iPhone なんぼ ?iPhone わからん86だからこれを買ったのが2018年に買った2018年の7月28日に買いに行ったのそれだけは覚えててだから8か8かな多分 <laughs> iPhone なんぼ <laughs> ほんで新しいの出たら買えない私基本壊れたら買える だから今11を使っててそれが3年間使いましたけどちょうど壊れ始めたんで買いましたそうなんかでもこっからここはね壊れてない気がするなんか契約が切れて買い替えた気がする確か全然覚えてない頑張そうで11にしこれの次が11でその次が14にした ななんかわかんんかかいけど日付覚えてるんだよねでもこれの日付は覚えてない2016年3月ってことしか覚えてない3月27とかだとイヤスな何かんな感じだった気がするんか壊れるっていうか完全には壊れないんだけど怪しくなるなんかこのまま急に壊れたらもうデータ吹っ飛ぶんで怖いなって思ってなんかカクカクしだすんねなんでまずここのボタン押してもつかんくなるの。 でやばっっっってててて思思これいつか終わるって思って壊れる直なんかその日はマジでガクガクしててなんかこれもうやばいって思った充電もすぐなくなっちゃうしあ千1百一十1ありがとうございます iPhone 擬人化 <laughs> バッテリーが持たなくなるあそうだよね確かにでも結構11は持ってくれたこんばんは こんばんは。西暦から覚えるのなんかおもろい。そう、私、西暦好きなんですよ。好きっていうか、なんか、西暦で覚えちゃうんですよね。<laughs> 1400位で、ありがとう。あ、大体3年ってらい戦いだけそうだよね。ちょうど3年目かも。11月だったっけ。バッテリーやばい。バッテリー、バッテリー。こんばんは。西暦好き。 あとはなんだっけ数字好き数字嫌い <laughs> なんか数学は嫌いなんですけど普通だったら英語と社会が好きなんですけど授業だったらそういうのかだ画面割ったことはせーのありません、ね、えすごくないですか iPhone の画面割ったことないねわお なんか思いっきり地面に落とすんですけど、割れたこと、だからラッキーな人なんですよ、私。ラッキーガール。<laughs> ガールでもね、ラッキー、ラッキーなんだろう。そう。逆に一回割ってみたくない <laughs> いや、割りたくない、割りたくない。全然割りたくない。<laughs> 俺もないあ、負けた。なんか私、最初、 最初アクオスフォンにした、えっと、携帯レビューがアクオスフォンなんですけど、それにした理由、なんで iPhone にしなかったかっていうと、なんか、変な噂が回ってて学校で、iPhone はポケットに入れて座っただけで割れるっていうのを聞いてて、私割っちゃいそうだなって思ったから、アクオスフォンにしたんですけど、でも次の、なんでアクオスフォンをやめたかっていうと、iPhone ケースに欲しいケースがいっぱい売ってて iPhone の方が。 私ケースとか可愛いの大好きだからなんか可愛いケースがなくて私の時そしてそしたら iPhone だったらいっぱいいろんなあのケースあるからっていう理由で次買い替える時 iPhone にしたんですよそういう理由があったのそうケースがなくて本当に希少なんですよマジでないのそう激弱だった 激弱って終わって噂を聞いてたんででも全然そんなことなかったしあとなんか iPhone はアメリカのだから英語「かおりちゃん」読めないから無理だよって友達に言われて <laughs> えマジって思ってそれはできないなって思ってやめてでも大丈夫だったそうそうそう噂あったよね昔そうだよねかおちゃん英語やばいんちゃうとか言われてあ確かに日本語の方がいいねとか言って言ったけど全然そうガラケーはね使ってないのでも親とかは持ってたよそう そうそうそう英語好きですけどなんかそんなめっちゃ全部英語だときついなって思ったんですよそううんアンドロイド使う私スマホデビューはアンドロイドやっけなんかあの最初「あのソーロングっていうドラマ AKB のーラングのあのパルルさんチーム B の会のパルルさんのもが持ってたスマホが欲しくて同じのでもそれは父さんにそれ買ってほしいって頼んだけどそれ売ってなくて で似たたようなの買ったその AKB のために私はドコモにしたんですよ家族 au の中を押し切って私一人ドコモでスマホデビュー <laughs> こんばんはそうそっからずっと「めっちゃお願いしたよ」だってさ au じゃないと家族割聞かないから「ねえなんで?」って言われて言われたけど AKB のあの袋とシールが欲しくてどうしても「お願い!」って言って「お願い!」 おおお願願願いお願いいっって言って言ってそっから家族で私だけどこもなんですよこんばんは <laughs> 英雄じゃんとか言っていやどこもないよ <laughs> これで英雄だったら英雄じゃんだけどこんばんは親御さん優しいいやもしかしてうちのお父さんとお母さん分かんないなんか私お母さんとお父さんにしか 育てられたことなくてその,他のお父さんとかお母さんに育てられたことないから分かんないけど優しいのかもしれないもしかしたらほかほかを知らないから分かんないですけどうち優しいかも分かんないほかが分かんないからそう,そうそうそうだから分かんないですけど優しいのかな分かんないねどうなんだろうね優しい気がするでもそんな怒られなんか怒るのめっちゃ怒鳴られたとか ないかもね逆に私がそんなに悪いことしてないのかわかんないけどそうそう他のねそう家庭事情わかんないけどどうなんだろうあみんなもわかんないそうだよねだからわかんない1年くらい猿に育てられてそうだけどねえそうなんですよ私生まれてすぐは猿に育てられてたんですよな,なんで知ってるんですか え言ったっけ話しましたっけこれ話してないからそうなんですよそうだから <laughs> あのそうはいはいそうなんですよ言ってなかったか「ごめんなさい」なんかずっと黙ってたわけではないんですけど言うタイミングなかったんで。 着地点ね。なくなりましたね。どうしましょうか？えっ、ー、と、えー、嘘です。<laughs> 嘘びゃーん、あの乗っちゃった。着陸できない。あの着陸できない。ボケの飛行機乗っちゃった。<laughs> キャー、乱切りを起こした。<laughs> そう。まあ普通にお母さんに育てられたんですけど、お父さんと？ そうそうそう。<laughs> 見切り発車しちゃったやばいやばい不時着しちゃった愛の不時着見たことないけど流行ってるんだよ愛の不時着愛の不時着流行ってますからね皆さん私は見たことないですけどこんばんは信じてしまったごめんね嘘だよごめんごめん許してちゃんまげそうでもさなんかありますよね狼育てられた 人みたいなのありますよねだからすごいなって思ってやっぱ人間って伝わるんだって思ったその言葉は通じなくても本当に思う気持ちがあれば伝わるんだと思いますちょっと前か <laughs> ちょっと前の着陸着陸じゃない不時着か着陸さえしちゃった <laughs> 大喜利してないです大喜利。<laughs> 1> 第1話で最終回のカンドラ。どんなカンドラっていう大喜利の答えは、愛の着陸。<laughs> もう1話で完結。みたいなこれ大喜利こんばんは。<laughs> 平和。平和に終わりますね。<laughs> 大喜利って何なんだろうね。正解わかんないよね。ちょっと面白い面白い。イエーイ。単なる旅行やん。そうやな。 あ、君好きの振り違うとこ教えてそう昨日はねラジオでした「おん」「走らないと WithAKB4」「オンパチ」って言っちゃった今「40」「んオンパチ」って言うせになったんですけど「走らないと WithAKB48」のラジオでした初めてミオンさんがあの仕切りを仕切り ?MC か MC のミオンさんが MC になった で、初めてだったんですよあのあ聞きますありがとうあの、前、えあのミオンさんの時もあったんですけどその時はあの、トムさんが MC の時だったんですよで、ミオンさんと初めてで、そうすごい楽しかったですなんか空き時間とかも話してくださってめっちゃ嬉しかったそれで緊張がほぐれてあのほぐれて ほれた <laughs> 同い年なんですよ同い年そう,そうそうそう楽しい優しい雰囲気でよかったあ本ほんとそう振りぶりの話そうそうめっちゃ共感してくださってめっちゃ嬉ししくて君好きのなんかその1個の曲に何個も振りぶりがあったりしてなんかバージョンが違ったりしてでなんか振りぶりをまずもらってで メンバーが先に起こしてレッスンするって時にこれどっちで起こせばいいんだろうみたいな時があるからそういうの統一とかしたら気持ちいいなーって思って話をしたらめっちゃ共感してくださってで「君好き」はなんか感想なんですけどなんかサイドの人がこうやって右回り左回りするパターンとクラップだけのパターンがあって感想も2パターンあってなんかなんか。 下手の人が、なんか,あ下手か上手か忘れてるけどなんかパーグーグーの人とグーパーパーの人がいるんですよこの2人組ででそのグーの仕方も膝でグーする人とこのここでグーするパターンがあってでもどっっちも合ってるんですよ。先生とかもあの、先生もその、昨日みほンさん言ってたように優しいから「なんかこれどっちですか?」って言ったらあ「みんなのやりやすい方でいいよ」って言ってくださるから。 そう言ってくださってなんかその回によって違うみたいになっちゃってそうそれこそ「大騒ぎ天国」とかも結構振りがめっちゃあるのなんかその都度変わったりしててこれどれが本当な私なんか初代初代振り入れしたじゃないですかあの最初に「何恋公園でやったから。 初代フリ入れしたんですけども初代と結構変わってるとこあって <laughs> これ変わったのかなみたいなとかあるんですよそう,そう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 なんかなんかさこうをこうをな,なんか初代はこう言ってこうだったんですけど最近はこうをこうなってるんですよ <laughs> そうだからどれで合わせたらいいかが分かんなくてそういうのをなんか あそうビンゴの「ふうにラム」ってやるじゃないですかこれ本当は間違ってるらしいですよえどっちが正しいか分かんないんですけど僕体では「ふうにラム」ってやってるんですけどなんか本当はただのこれなんだよみたいなのも聞いたことあって本当になんか何種類かあって難しいそう, <laughs> そう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 初代統一そうだよね初代統一難しいよねなんか なんかだからもう基本の V とかあるというのもう絶対これですみたいなのがあるとやりやすいよねって思った <laughs> アレンジバージョン香り先生は無理私は無理もっとこうす,すて素敵な先輩方とかやるから私は本当にもう言われたとり覚えます <laughs> そうそういうのを整理したいですねなんか整頓したくてなんかそう整頓したいこんばんは大人っぽいパジャマかわいいありがとうねかわいいこれサンキューもいくあサンキューはでもサンキューかもしれないあでもここはなんか結構アレンジでみんな公演の時なんか これは普通なんですけど多分アレンジとかでなんかこうやってやってる人とかもいる気がするそうそうなんかアレンジとかどなんかアレンジとかでやってる時もあるけどそのなんかそのファンの人の目があったからやるみたいななんかこういうのとかしてる人とかもいるよねそう自由になってるとこもあるなんか絶対揃えないといけないところとかもあるけどアレンジ ちゃってるとことかもある <laughs> こんばんはあそう指さすやつとかもなんか本当は前にさすなんかアイドルなんて呼ばないでとかもこうここ,ここって決まってるけどでもアレンジでその前の人をさしたりとかしてるとかあるからそうあるからいろいろだよね。<laughs> キリンさんトムさんかわいちゃんで統一したら私人生ミス人生ミスってますよ最後の一人 <laughs> こんばんはこんばんは確かに私指ハートあんましないの難しくないですがこんなの急にできないこっちしかできないですなんかキだってさもうなんか下手したらちょなんか L, L とか直角三,三角形になるしこんばんはそう 難しい指ハートむずくないですかこうやってできないですそう指パッチンしちゃうキュンですポケットからキュンですえっ何落としたあのキュンです君がくれた「キュン世界一 TikTok のできない女」誕生 <laughs> でも君にあげられなくて旬です <laughs> それも古い <laughs> 何が流行ってるんですか、今ティックトック。こんばんは。あと、あれ知ってますか。あれあれ。例えば、お箸とか持って。お箸ないんですけど、なんかこういうお箸とかを。これお箸じゃないんですけど。それで、お皿。お皿とかで、なんか食べ。食べてるものを落ちて。で、ここの手元開けて。みんな社会不適合って <laughs>。めっちゃ暗いやつ。 めっちゃ暗いのめっちゃ流れてきてた一時期どもできる <laughs> 知らないそれ知らないなんかそれある愛のしるしあ愛のしるしこの前さ楽屋でみんな踊ってた時あったそうそうそう TikTok やってるよね私やってないんですよ見てるんですけどやってないんですよえ <laughs> 知らんほんまにあるんですよそう <laughs> こんばんはでラジオの話が終わっちゃったでラジオはですねすごく楽しかったですあのそう「社会不適合」っていう歌詞になっててなんかちょっとネガティブ嫌なことがあった時とかに投稿するのかわかんないけどなんかそういうのが一時期流行ってた気がするこんばんはどこまで話したっけあそうそうそれでその振り紛の話とかあとはやってみたいこと AKB でやりたいことで 市民耐久レースしてた。初めまして。初めましてですか。ありがとうございます。そうとかあとは？何だろう？何話したかなと？とまあ、いっぱい話せた。嬉しかった。あとメールもいっぱい来てたみたいで、本当にありがとうございます。嬉しいです。もう。あ、嬉しいため息こんばんは。そう、嬉しかったです。本当に。 あそうなんか曲を選べてみおんさんがめっちゃ嬉しかったしあの私は何にしようって思って自分のその自分の参加曲とかもいいなって思ったんだけどでも「青春のフラッグ」がすごい大好きな曲なので昔からそれにしようかなって思って全然自分と関係ない曲なんですけど。 あのそれにしましまためっちゃ歌詞がよくて好きなんですよってめっちゃ言っちゃったそうみおんさんが「つこうか選曲してくださったよそう嬉しいよねめっちゃいい歌詞じゃないあれなんか「家出の夜」あいいよね「あてなんかきつこうかからのハイスクールデイズがエモいうわあわかる

歌いたいんですけどカラオケないんですけどなんかカラオケの音源があるんですよでもそれで歌うのはダメですよね自分で流しちゃダメですもんねカラオこのショールームカラオケじゃないとダメですよねそう歌いたいです本当にめっちゃ好きなんで青春のフラッグペラいいよじゃあアカペラで青春のフラッグ歌うせーの 今日までずっと頑張ってきたよね」あ「あっなんだっけ踊り忘れた」「汗と涙を何度も拭っうた」え「えキラキラありがとう」「輝く夢を遠く探しながら」 信じる道をひたすら走った」「苦しくて息ができずに立ち止まりそうでもついそうな思い足取り一歩ずつ進むんだ」<laughs> 「青春のフラッグを大きく振ろうよ」「目の前の山の上にゴールが見えるだろう」「青春のフラッグを元気に振ろうよ」「雪をふるい起こして」 「自分に負けるなフラッグちょっとあ歌詞分からんくなっちゃった誰かってこれ2番がいいのめっちゃきあ1番もいいんだけど2番もいいの行くよ誰かといつも競わなくていいんだ立てた目標を絶対守ろう 弱音を吐いて慰められるより歯を食いしばりそのさのぼろを悲しみの水溜たまりとか悩みのぬかるみに転んでもすぐ立ち上がれしっぽいを。 恐れるな。えー、タワーありえ、ななんで感動してるのみんな。えー、確かにこの歌は感動するけど。ありがとうなんか。えー、泣けてきた。え本当私のこの音痴で泣ける？えー、ありがとうね。うん嬉しい。優しいみんな。カズミッチさんタワーありえ、青春のフラッグタワーですか？え、ありがとうございます。 えこれいい言っただよね誰かと競わなくていいんだって立てた目標を絶対守ればいいんだって感動的やんなんかあれに似てるよねそれこそさ365日の紙飛行機とかもさそういうさ歌詞じゃないですかあのだその距離をキスその距離をキきするよりどう飛んだかどこを飛んだのかっておい青青,青春のフラッグ フフラセーフラどっちと読むんだろう新規としてはエモすぎるえっそうなんだいいよね私、M、あれも好きその MV あと「柊の通学路」と「やる気花火」も好きあと「牛」も好きあと「僕は頑張る」って曲もめっちゃいいよ「僕は頑張るその結果がどうであれ」ってやつなんだけど あとね、おすすめの曲はいっぱいあるんだけど勝道さんへありがとうめっちゃいいよね好きな曲ありすぎてありがとうあとつぼみたちもめっちゃいい「誰かに咲かせてほしい」 AKB の歌やすあと優しさの地図もいいよ牛ゅっしすごいかわい,いありがとうなんかまゆさんとか好きでラブタンさんとかラブタンさんとかまゆさんとか声真似なんかさ渡り廊下さ AKB は何人もの声が聞こえるけど渡り廊下さんは結構一人一人の声が聞こえるからその一人一人の声真似しながら歌ってた声真似っていうか同じ声を出したくて同じ声真似して歌ってたんだよねそう カズミッチさんタワーありがとうございます嬉しいですありがとうありがとうございますそう声特徴的なの皆さんめっちゃ可愛くて大好きだった眉のためにって知ってるそれの声真似とかしてた眉のえで青春のフラッグもちょっと真似してるの今日までずっとわ <laughs> かるちょっとなんて言うんだろう ちょっと分かんない <laughs> ちょっと下手すぎるなんかなんか私が当たったら今日までずっとなんだけどなんかマさサフに言った後とえっと今日までずっと頑張ってきたよねわ <laughs> かる <laughs> あとそれこそなんか牛のラブタンさんのパートだったらえっと ギュッュッュッあなたにギュッとされたとあー今日は不調だうんーどうしようなっちゃんさんはえっとねなっちゃんさんは何がいいかな牛の音とかいやさいない <laughs> っちゃんさんはねどこだったかなどっ,どっかどっかできるハルゴンさんはねあのねあもうダメだできない <laughs> 緊張してできないなんか特徴があるんですよドジドジって歌のハルゴンさんも声が好きドジめっちゃ可愛いい歌ですよ どっち失敗ばかり友達が呆きれてるわ」「ファーストデート」「時間間違えるなんておせちゃう」あとは「なんだろうこんばんは」あと「赤かんべい橋」っていうともかわいいですよ。「橋のちょうど真ん中で」 片思いの人に赤目されたら告られたってことってやつこんばんはあとなんだろうあ、走りたい555もい,い走りたい555、まあ、とにかくめっちゃえ、かおりちゃんのメールにはまりました沼ありがとうございます嬉しいありがとうございます めっちゃ嬉しいです私のメールありがとう嬉しいあヘタッピもうヘタッピウィンク正直あのコンサートでやってたじゃないですかマジでうらやましかったもう喉から手が出るかと思った <laughs> いいなヘタッピウィンクの方たちって思って私の好きって思ったんだけど私はヘタッピウィンクできるような人じゃないけどあの私もそういう感じだったらヘタッピウィンクうんってなってた <笑><笑>いいよねめっちゃやりたかった私普段どんな曲も特にやりたいしなんかこれが良かったとか普段あんまないんですけどマジでそれは本当にやりたかったんですよだってめっちゃ好きだったからそれはガチで好きだったんで別に全部好きですけどもなんかそんぐらいやりたかったのウィンクできるそれはできないウィンクしたら振り間違える <laughs> そう ウィンクヘタアピでごめんね。フフ成功の機会を逃してる <laughs>。歌詞がぴったり。歌詞がぴったりです。そう <laughs>。そうそうそう <laughs>。え めっちゃいいよね、可愛いよね、私色かしびたいさん、めっちゃ大好き。なんか、A. K. B. 好きで、派生ユニットはわろたさん推しだった。そうダメだ、フェだピンクは可愛い系のメンバーが。だから、私が入ったら、浮いちゃうよ。うん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 。チャラチャラチャラチャーン、ちゃん、ちゃちゃん。いいよね、あれ。 初恋ダッシュもあ初恋ダッシュはなんとチーム4の,あの全国ツアーでできたんですよめっちゃ嬉しかったですマジですかって思ってえでめっちゃ高まったのがなんかそれの振り V 初恋ダッシュの振りぶいが見たことない振りぶりでしかもその映ってて皆さんが渡りどこか司会さんの方々たちがなんかうわすごっって思った嬉しかったレッツゴー憧れの先輩は 学校分の人気者周りに取り巻き描いてカードが固すぎるハートに近づけないこんばんはあ、待ってなっちゃうさわかった話しかけて <laughs> 初食いだしいいよねこんばんは恋は臆病ものレッツゴーってやつ 渡り廊下で微笑んで痛いやばいやばい足つった足つった足つったじゃない間違えた足しびれた正座してたら足しびれた痛い痛い,痛い,痛い正座正座好きなんですよ私 <laughs> 家が寺です嘘です <laughs> 気づいてほしい初恋ダッシュ 佳さんは誰推しかっていうと特になんか推しっていう感じではなかったんですけどそのこの人が大好きってなんかもうグループ自体が好きだったからでも特に好きだったのはラブタンさんラブタンさんとマユさんも好きそうみんな好きラブタンさんの声がすごい好きあお顔も好きそう私なんか絵とか描いてましためっちゃ 箱なんか別になんかそんな貢献するぐらい応援とかはできてなくてもうただ好きだったって感じなんですけどそのなんかめっちゃ何枚も何枚も CD とか買ってめっちゃ貢献してましたってわけじゃなくて全然 1, 1個とかしか買ってなかったんだけどだからファンって言っていいか分かんないけど好きでしたそう天使の尻尾もたらして「この胸の切なさを落とし あ、天使のしっぽだけやったことないんだよねそうやったことないからやってみたい,寒いこんばんはあとごめんめっちゃ話それてたラジオの話だあと何話してないっけどラジオこんばんはこんばんはあと何話してないっけ まあ、あそうだそれで最後だったんですよ多分だけど多分最後のラジオですごい寂しかったんですけどあのー、めっちゃもうなんか優しくてそのスタッフさんたちがもう優しかった優しかったんですよだから寂しかったんですそうお見送りしてくれいつもお見送りしてくださるんですけどなんかその車に乗ってから 乗るまでいつもお見送りしてくださるんでですよでそれで出発してなんかなんか,なん,かなんとなく振り返ったんですよいつも振り返らないんですけど振り返ったらまだ行ってくださっててずっとこうやって手を振ってくれててマジ泣くかと思ったなんかおじいちゃんのことを思い出しておじいちゃんっておじいちゃん家に行ったら帰る時に車が見えなくなるまで <laughs>、ね、まだ手振ってるよ。<laughs> 手疲れるやん おじいちゃんとかもずっと私とかが見えなくなるまで手振ってくれてて私もトランクからこうやって手振ってたんだけどそれをすごい思い出したしなんかそんなえ振り返ってよかったって思ったそうめっちゃ嬉しいよねあ <laughs> 違うトランクトランクからじゃないよあのトランクの窓からそうすごい嬉しかったです 寂しかったなんかさもう会えないじゃないですか多分だけど一緒に写真撮ればよかったな <laughs> トランクじゃないトランクの窓からそう後ろの窓か <laughs> 後ろ <laughs> 後ろの窓から振ったじいのほのぼの白目でそうなんかじいちゃんとばあちゃん見送ってくれるんやけどなばあちゃんはさっと入ってじいちゃんだけ残ってる <laughs> ばあちゃんすぐ入るんだけど そうそうそうえタワーありがとう何これクマがクマクマ2人いるモメ太郎さんありがとうこれクマの何だろうダンスしてるクマの何タワーだろう社交ダンス違うあシンデレラごめん <laughs> 毎回ギフトのこと当てられないんだけどありがとうございますあそうみやんさんと写真も撮ってねえ帰ってからさえバカですよね私だから緊張しすぎてて帰ってから私だけマスク取り外れてることに取,れ取,れてなかとと取ってなかったこと気付いてうわ顔写ってないやんって思ってもう本当に最悪ん <laughs> でも私もう一回撮ってくださいっていう勇気もなくてなんかめんどくさいなかなって思って分かんないけどそう帰ってから気づいたえこうやって撮ってる時も気づかなかったのやばくない結構やばいよねそう顔が映ってないのごめんなさい申し訳ない豆太郎さんパワーありがとうございます ありがとう嬉しいですありがとうありがとううんおんちゃんと写真んとおん <laughs> ちゃんって言ってたのお,おんのおみおんさんと写真撮りれましたうん今度会ったときにしってもらいますう,うんうんうパチパチパチ泣きそうなんで泣くのなんで泣くの えそう写真撮るときはマスク外すんですけど忘れてたんですよマジでこれだけは本当に勘弁勘弁じゃないこれだけは本当にごめんなさいなんでインカメラで気づかないのかもわかんない多分緊張してて昨日えいつもだったらね走らないとさんでいただく差し入れもすぐ食べるんですけどその場で昨日は緊張しす、うん、ちゃん呼びじゃない今ねコメントにつられてちゃんって呼んじゃったあのそれでそう 何なんなんの話だっけ <laughs> 急に言ってること飛んだんだけど <laughs>。何なん,なんだっけ何て言ったんだっけこんばんこんばんはん,なんで昨日緊張してたの私は昨日だけじゃなくていつも緊張しちゃうんですけどでも昨日はなんか緊張してて <laughs>。とにかく緊張しちゃうんですよね。 あそうだ差し入れその場で食べなかったの緊張して <laughs> でも食べれる時もあるんだけど緊張して食べてなかったのなんか今まではその数名すあやばい時間だえ早っえもう11月14日終わる皆さん2022年11月14日は今日で終わりです終わりですこんばんは もう一生起きませんよこの先。うわぁ、寂しいって思ったら、さ一日の尊さが分かりました。2022年の11月14日は今日で終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> <laughs> じゃあ、ランキングしていきたいと思います。<laughs> どうもどうも <laughs> 来た方がびっくり確かにデジャブそれでは聞いてくださいデジャブ泣きそう泣く確かに11月14日とお別れ泣く皆さんではランキングをさせていただきます第 <laughs> 13位は有田ちゃんさんさですありがとうございます12位は大地さんですありがとうございます 十一位はかもちゃんさんです。ありがとうございます。十位はやなたけし。アットマーク。おりちゃん、ほんと可愛い,いなさんです。ありがとうございます。九位はたあさんさんです。ありがとうございます。八位はジェイさんです。ありがとうございます。七位ははなちゃんさんです。ありがとうございます。六位はけんさんです。ありがとうございます。 ユは走らないと吹き出し採用思い出ででさんですありがとうございます4位は村山さんですありがとうございます3位はあやばいランキング変わっちゃった間に合う今から急いで呼び直しますごめんなさい13位はカモちゃんさんあれどこ途中で変わったのかなかもちゃんさん

5位はりえさんありがとうございます。4位は飛んでない飛んだコマねコマニアのじいさんありがとうございます。で6位はちょい3位だったのははなちゃんさんありがとうございます。2位はえー、っとまめたろうさんありがとうございます。そして1位がかずみちさんですありがとうございます。以上が今日の1位から13位。 の皆様の紹介でした。ありがとうございます。次はギフトをくださった方のろ、六位。を言いたい、呼びたいと思います。えっと。ゆうまさん、クロのイコールシルフルさん、コミーさん、新規おやじさん。えっ、ー、と、ふみおさん、けんさん。トモさん、やなたけし、あとは、かわい,いちゃん、本当かわいいなあさん、マッシュルームチさん、かずみっちさん。 やじさん、ひろいちさん、ウィ6番さん、はなちゃんさん、けんちゃんやでさん、ひらかこうじさん、じいさん、ととさん、ゆるりさん、むらやまさん、ライダーさん、ありだちゃんさん、のんたさん、むらやまさん、えっと、ゆきかなさん、クリームワンピーさん、とらさぽさん、えっと、かずなりさん、だいちさん、 てやとまかー,ティアットマーク花のしょう和うまれさんかずなりさんだいちさんしのぶなあちさんパンフォリンさんコマニコマニアのじいさんかずみっちさん、うん、ともさんおっちいかおりちゃん大好きさんふみおさんふかさんあっくんさん村山さんだいちさんりなさんゆうかっこアットマークりんごゆうなはっぱさんメロディーさんひろいちろくさん 新居親父さん、下川みなさん、まーくんさん、ふかさん、かずみちさん、かもちゃんさん、たーさんさん、けんさん、中川くんさん、たらさぽさん、かずみちさん、たーさん、まーくんさん、だらやさん、かもちゃんさん、ばるさとまく、ぴょんずさん、うっちさん、たれぞうさん、まーくんさん。新居親父さん、えっと、えっと、相馬こたろうさん、まめたろうさん、みきねかとまきゆたんぽさん。 アディダッちゃんさんペンギンヒップアットマークアヤミンアあやみんアットあークド,ドット、うんドット CO コロッケ部さんプーさんさんウラカンさんマーくんさんはなちゃんさん大地さんウッチさんトトさんつばさほしいさんコーポンさんパンチョさんガンソユーティーアトマーク世はなのせわうまれさんたかさんなかがわくんさんゆきかなさんともさんあつしトマークずんかおしさんきむりさん 翼ゃらさわなちゃらさんひろゆきさんまこさんまいすきさんゆうなゆうアットマークゆうなさんですかね合ってる飛ばしてないかな合ってるかなギフトありがとうございますありがとうございます嬉しいですありがとうありがとうございますおー間に合ったあと三分で今日が終わる今日が終わる 皆さん、あ、大声出しちゃった。タワーの方、ごめん、ありがとう。豆太郎さん、タワーありがとうございました。そして。かずみちさんも、ありがとうございました。嬉しかったです。ありがとう。あ、占い、は、えっ、ー、と。じゃあ、ラッキーギ祇ン語はバタバタです。<laughs> えー、バタバタって、明日使うとラッキーになるので、試してみてください。 まさに今日の私バタバタしたってごめんねほんまにちなみに今年はあと48日だよえっえっじゃあえっえっ、ー、短い48日ってすぐじゃんえっじゃあ私あと48日くらいしか AKB にいないってことうんそれは短いなんか早いな早くてなんか 発表してからなんかスピーディーで怖いですめっちゃ気づいたらもう卒業の日になってるかもね毎日バタバタしてるあいいい2025年5年じゃないか3年か3年になるってことだよねえっ48ねティえ明日から48日間が 今年今日から48日どっちだろうあっあやばいやばいあっじゃああた <laughs> <暴る> <laughs> またあわるこんばんはじゃああの今日もありがとうあの夜勤とかある方頑張ってくださいあま <laughs> <れ>た <laughs> 今日からやったあっバイバイあっあわる <laughs> ありがとう明日も見てくださいバイバイおいしいみんな まだかなありがとうございましたバイ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 切れるまでここにいますバイバイあれ